あ、ワード3じゃん、これ。多分。ヒロケンいるし。うん。このおっさんもいるし。むぅ。ここのところデーザーシティでの作戦は失敗いった時じゃ。誰こいつ。ストリートファイターに出てきそうな見た目してるな。資金も思うように集まっておりません。このままでは我がワールド3のネットワーク遮蔽計画全体に影響を及ぼしかねん。貴様らは一体何をやっとるんじゃ。ヒノケン。ボコボコにしたからね、ヒノケンは。申し訳ありません、ワリー様。実は。なんじゃ、早く言わんか。予想外に手強いナビとオペレーターがおりまして。うん。オフィシャルネットバトラーか。いえ、光ネットというただの少年なのですが、演算よりも先にネットの名前が上がったわけだ。ロックマンエクゼという高性能のナビを持っておりまして。何を言っとる？我がワールド3のナビを持ってすれば、そんなもの何とでもなるはずじゃ。下手な言い訳をするな。ですが。ああ、うるさいうるさい。部下のね、話は聞いといた方がいいぞ、ちゃんと。おじいさん。大丈夫か？ともかくもう失敗は許さん。邪魔する奴はデリートする。デリートのことしか考えてないもんね、この人は。わかりました。私に考えがあります。任せよ。左下のめっちゃピカピカ光ってるおじさんも気になるんだけど、次はあの人じゃないみたいだな。良い報告が聞けると良いですな。強キャラ感溢れてるな、この、ストッパイ2の人。では、わしは行くぞ。もう、納得できないったら、もう早速、鬱憤溜まってますね。組織内で。ドリームウイルスを作るために必要な究極のプログラム。ウッドは別にして、残りのファイヤーとアクアを集めたのは私たちじゃん。そっか、ウッドはまだ、集められてないんだ。ってことは、ご属性、あるってことかな、究極のプログラム。ね、制度局の人も言ってたよね。ご属性ありますよ、みたいな。確かにな。でもドリームウイルスの話はやばいよ。なんか出川みたいな感じの話し方になってた。めっちゃ強キャラ感溢れる人かと思ったら。なんたって俺らも知っちゃいけないトップシークレットだからな。わかってるけどさ。さ、仕事仕事。光か。よもや、あやつの。おお、何か因縁がありそうな意味深なセリフでしたね。ネト君、ホームページのメンテナンス大体終わったよ。うん。あ、人が働いてるのに、そんな態度あり？お、ヤイトちゃんみたいなセリフを吐くじゃん、ロックマン。確かにちょっと腹立つよね。適当な返しされるとね。はい、ロック。ロールちゃん。お、ロール来た。これメルちゃんからネット君への手紙、よろしくね。うん、確かに受信したよ。ロールのさ、手可愛いな、なんか。サザエさんのタラちゃんが走ってる来る時みたいな手してるわ。伝わるかな？ちょこちょこちょこって来る時はね。バイバイ、ありがとう。ネット君メールが届いてるよ。あ、動ける。はいはい。何でしょうか。あ、ちょっとこっち先に見よう。メールニュースからね。じゃ、ニュースね。時事ネタは知っとかないとまずいかなと思いました。駅員にバカにされちゃうから。メトロライン、電算タウン。あ、電算タウン通じたんだ。ほう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 。新天地また来たね。もうすぐヤイトちゃんの誕生日だね。というわけでこれから一緒にプレゼント買い行こうよ。あ、で電算してに行こうって話か。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。いいでしょ？じゃあ返事ちょうだいね。はいはい。返事、これ出さないってできんの？あははどうしよう。返事出さないとどうなるんだろう。か、返事出さないとそもそもシナリオが進まないみたいな感じなのかな。まあまあ。今日は日曜日。なのにパパはやっぱりお仕事忙しいね。うん。ご飯ね。ちょっとタイムリーなセリフだけど。メールまさかメールじゃないだろうな。メール、あ、氷川さんだ。よかった。ちょ、今ね、鳥肌立ちそうなんだよ。この前はありがとう。君の役に立てればと思い、このメール送ります。オフィシャルネットバトラーのことは知ってるよね。彼らはネットバトルの技術やノウハウを分かち合うために、ML、メーリングリストを使ってみんなでメールで連絡を取り合ってるらしいんだ。へぇー、LINE のグループみたい。そこで本当はダメなんだけど、科学省の知り合いに頼んで、君も ML に登録してもらっといてよ。おぉ、ありがたいですね。何が良くなるかはちょっとわかんないけど。だから君にもオフィシャルネットバトラーたちからのメールが届くようになるはずだ。バトラチップやウイルスの情報、あとプログラマーなどのことについてもやり取りしてるみたい。ああ、まあ、これは結構有用かもしれないな。ありがとう。ちょっと試しにメトロンとこ行ってみようかな。メールちゃんのご両親は仕事でしょっちゅう外国に行ってるらしい。口には出さないけど、こんな平いおうちに一人寂しいこともあるだろうね。そうだよね。メールのお父さんお母さん、結局あれだもんね。
回も出てこなかったもんね、シリーズで。いやー、水が流れるとこしてる、大丈夫？メールちゃん、メール返信しないからってちょっと、やばいことになってないから大丈夫か？メトロ。メールいないな。はいはい。じゃあもう返事しちゃった方がいいか、素直にね。かわいそうになってきたし、ちょっと。はい。なんて返事する？あ、これも選べるんだ。一人で行ったら、プレゼント買いに行こう。あ、一人で行ってきたら、俺ちょっと忙しいし、ネットやりたいしな。あー、ダメか。どっちか。だよね。はいはい。作った。はい。これで進む？貸してあげようね。あ、で、また、インターネットに行かなきゃいけないのか。結構大変だな。普通に電子メール送った方が早いな。さて、ここかな？メールのアドレス。あ、いた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 。あ、さっきの返事、もう送ってきてくれたんだね。よし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 。あ、やっぱ進めなかったんだな。これやっとかないと。リカバリー50L。おー、いいねいいね。はいはいはい。また後でね。で、待ち合わせ場所、あ、これでいけるって感じか。はいはい。他には木原町でやれることってもうないかな。一応ちょっと探索してから行こうかな。おぬし、序談の層が出ておる。お？今日は女の人絡みのトラップに気をつけろ。やべえ、ちょっとドタキャンしたくなってきたな、急に。お腹痛くなってきたわ。ねえ、ワールド3が戦争起こしたら私たち死んじゃうの？戦争なんて起きないかも、起きないよ、死んじゃうかも。起きないよ。うん。みーちゃんがワールド3やっつけてくれんだよね。当たり前じゃないか。怖いよ、ええかわいい。ばあさん。ウイルスバスティングはポケモンしにも役立ちますのじゃ。そうだね、確かに。結構頭使うからな。はいはい、で。あ、おっちゃん。やった、レアチップをゲットしたぞ。あ、そうだ、ヒグリア行って、チップ取り引いてもいいかもね。ちょっとね。私は今、コントヒンやちめいてる。流し虫がたまねぎだけど、控え区にあまりわかんないわよね。その年で骨董品集めて、渋さがわかるとは。いや、すごいな、ヤイトちゃん。実年齢いくつだ？ 9 歳のふりしてるだけじゃないのか。フレームタワーエフェボってのは火柱を置いてくるすごい攻撃らしいんだけど、あ、ダイナウェーブ？あ、これ欲しいかも。交換しようかな。いや、ありがとう。あ、フレームタワーエフェ。ダイナウェーブ R？ どういうやつ？あー、なるほど。ソニックウェーブの上位互換だ。AR か。強っ。100だ、100。で、めちゃくちゃ速いんだろうな。これちょっと後で入れよう。R ね、この。オッケーオッケー。デカオンチか。ガッツマン強くなってたりしないかな。この前は喉が渇いて死ぬかと思ったよな。ね、結構デカはやばそうだったもんね。確かに。はい。じゃあやっていくか。あ、ごめん。あー、もう、いい絵になっちゃう。はい。よしよしよし。600、あれ？この前いくつだったっけ体力。ちょっと強くなったりするんかな。じゃあ、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 どうしようかな。よいしょ。さて。お金か。2じゃダメか、さすがに。バスティングレベル。どうにかうまくできないかな。あ、いいね、いいね、いいね。3発取った。で、AA が揃ったか。AA。こう。で、後ろ行った時に、エリシスをやっていくんだけど、できればカスタム画面開く直前にしたい。ここ、あー、うわ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 。変な動きしやがって。あー、で、ソード、ドログソード来たね。じゃあ、これ LL で回していく感じにしよう。で、ここ使っちゃう。いいよ。で、つまね、津波ブースト打っていく。OKOKOK。さっきより全然いいぞ。で、あとはもう PEA が来ちゃえば揃っちゃえば、俺の、ああ、願ったり叶ったりの展開なんだけど、あれ、俺ワイドソード外してないよね。ワイド来ねえな。どうしよう。終わっちゃうな。ソードで終わっちゃうな。ヒートスプレッドでもいいかもしれない。とか真ん中か。あとチャージだもんね。はい。これでいくつ？
バスティングレベル9。来た。あ、ガッツも無痛来たぞ。よし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 。これは嬉しい。これは嬉しいよ。できればプログラマーバスもお見せしたかったんだけど、V2 ね、やっぱこっち優先でしょ。G ね、どうしよう。やっぱ V2 あたりにならないと威力ちょっとね、しょっぱいもんね。G、G、G。ショックウェーブ L 外すか。これ外して、まあ、G で揃える感じで。G4 つと。うん。コードなぁ。ソニックウェーブも便利なんだけど、M なぁ。ちょっと邪魔くせえんだよなぁ。さあ、というわけでちょっとヒグレヤにも寄ってから、ちょっとメールちゃん。メールちゃんには申し訳ないんだけど、待ち合わせの前にちょっとこれをやっておかないとね。さあ、じゃあ、おなじみの丸ごと保存の出番で。さあ、保存していく。よし、入れるのはもちろんスペシャル。こっちを入れていきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。さあ、どうなる？来い。パネアウト1。いらん。ゴミ。さあ、来い。スプレッド J。J か !J、ちょっと待って。J はちょっと、一向の余地があるな。スプレッド J。あー、持ってるか。じゃあいいや。じゃあいいです。ほい。ヒースプ C か。いらんな。フレームタワーの M。あー、M か。多分、1枚目なんだけど。そこまでいらんな。フレームタワーな。どうしよう。次のね、ステージが貴族星の敵がいたとかなら別なんだけど。どうしような。普通に戦って取れそうだしな、フレームタワーな。いや、いらん。えい。あ、ソニックウェーブ S、S が来たか。S ならこれちょっと欲しいかもしれないな。S、S、S。1枚目だよね。ちょっとこれはいいかもしれない。即戦力だし。M しかないんですよね、今。ソニックウェーブは。S が来ればソードとかエリスとかと一緒にも使えるから。M ね、ちょっと微妙なんだよね。もう一枚欲しいけど、できれば。アースクエイク3が来た。3が来た、すごいな。もう来ちゃうんだね。ただ、アースクエイクか、微妙だな。多分、後々取れるだろうしな、これな。即戦力にならないから、ちょっとこれもいっか。しょうがない。ちょっともったいないけどね。あ、バスターソード？何これ？エールだ。バスターソード。そのターン中だけ B ボタンでソードが使い放題。おー！何これ？強くね？強くね？ただバスターが多分出なくなっちゃうんかな？ADC うまく使っていかないと、ちょっと難しいやつだね。うん。あとインビジとかも併用していかないと結構難しい。ただあれ、それがあればめちゃくちゃ強いぞ、これ。あ、いいね、いいね。これちょっと取っていこうかな。あ、パネルリターン、A。あー、これは、あってもいいのかな。あれですね、パネルの状態を完全に元に戻すっていうやつなんだけど、ね、穴開いてるパネルとか、異常状態になってしまうパネルを元に戻せるんだよね。これあってもいいかな。一応持っとくだけでもいいかもしれない。じゃあちょっと、ガチャガチャ、チップトでこの辺にしとくか。この間、プログラマーダマスのことを話してる人がいて、ちょっと盗み聞きしたんだけどさ、キャノン、スプレッドガン、ナットン、トリプルアロー。この辺のチップはアルファベットの順につなげると、プログラマーダマスが起こるんだって。めっちゃなんか、いろんなモブキャラがプログラマーダマスの話を急にし始めたね。うん。ナンバーマンと出た。あ、ナンバーマンと戦っていくか。じゃあ、バトル連戦したって申し訳ないんだけど。一回も戦ってないしな。うん。よし。ちょっとやっていくか。試しに。600。で、どうしようかな。ソニックウェブ S やっぱいいね。うん、SS で繋げられる。どうしようかな。ただ今回はスプレッドあたりにしとくか。うん、そうだね。ナンバーマン効率から動かないんで基本。射程のある武器で戦っていこう。LC が来るまで。まあ、倒せたんだけど、ちょっとあんまりよろしくないね。1分半もかかってるしな。あ、でもナンバーマン出てきたわ。負けたのはオペレーションの腕出ます。チップホルダー負けてないでます。嘘つけよ、お前。カウント分しかやってないだろ。ナンバーマン。サイコロを振って出た目の数10。かける10のダメージ。エリア全体。あー、かける10って強くね、結構。だって1が出ても100食らうわけでしょ。
めっちゃ強くないこれ。ぜひとも入れたいんですが。え、すごいな。強いな、普通に。ちょっとまあ、コードがちょっと揃ってたら、ぜひ入れましょう。チップ揃ってるか、変わってるかな品揃え。あ、エレキソードとか売ってんじゃん。これ前なかったよね、多分ね。欲しい。めっちゃ欲しい。エレキソード。あ、あったね。前もあったかも。買っとけばよかったな。何やってんだろう。あ、クイックゲージもあるし、しかも。これはもうめっちゃ強いですよ。カスタムゲージの溜まるスピードが上がりますからね。これは買いじゃない?クイックゲージ。1枚買って、デスマッチとかもある。うん。あとは、インターラプトって知らないんだけど。敵の持ってるチップレーターを破壊。あ、これもなかなか強いな。リカバリーとかね、エリスチとか、敵がやってこれなくなっちゃうってことかもね。あ、ただ8000すんのか。めちゃくちゃ高いな。リカバリー150。とりあえずこんなもんかな。エレキもちょっと、まあ、後々、って感じで。さて。じゃあ、行きましょうか。メールのところ。俺らも買いつつだね。またまた買える余地があると思うから。駅の外か。あれ、いた?いなかったメール。あ、来た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 。一回駅に入んなきゃいけなかったの。ごめん。遅えぞ。俺の方がまさか早いとはな。皿でも洗ってたんだろう、きっとな。ごめんごめん、そんな怖い顔しないでよ。チェ、自分はいつもうるさく言うくせに。うちは喧嘩が始まった。気にしないの?それともう一つごめん。急に隣町のおばあちゃん家に届け物頼まれちゃった。悪いんだけど、電算端まで先に行ってくれる?マジ?待ってた意味ないじゃん。確かに。ごめん、またいつか埋め合わせするから。じゃあ、後でね。そうか、残念ですな。はいはいはい。めいちゃん言っちゃったね。お前なんだようるせえなカッパ。見てたんかよ。坊やも歯は大切にしないといけないよ。急になんだ。急に歯の話になったけど。歯は確かに大切にしなきゃいけないね。オシャレネットバトラーの皆さんこんにちは。お、早速来たぞ。ML のやつだ。例の制度局事件のウイルスについて知りたいのですが、デンサーシティ担当の方情報ありませんか?ワールドスリーのウイルスも手強くなってきましたが、皆さん頑張りましょう。担当の人がいるのか、ちゃんと。しっかりしてますね。さあ、じゃあ、デンサータウン、先に行っちゃいましょうか。こんにちは。うん。今日は事故も起きてないし、ウキウキですよ。そうだね。これが普通なんだけどね。デンサータウン駅、ピンクだ、ここ。かわいい。このタイプは雑誌を入れると自動で再生紙を作ることができる。自動なんだ。すごい。お買い物をね。売店の色が違うんだね。こっち紫っぽい色の感じの売店だ。一番品揃えがいいんだって。この辺なんかないかな。ないか。さあ、どんな感じで電車乗ったら。ちょっと先にメールを。メールめっちゃ来るね。用事は済んだから、これから電車一丁目行きのバスに乗るね。それと、ヤイトちゃん、最近骨董品集めて、ああ、そうだね。行ってたな、そういえば。いいお店ないか、先に探しといてほしいな。いろいろごめんね。その場びってわけじゃないけど、これネットの役に立つかな?あ、ロール V2! いいね、いいね、いいね。さすが。わかってますね。欲しいものがないか。80か、いいな、いいね。40回復してくれるってことだもんね。半分だから。R、ただ R かな。コードがね、ちょっと少ねえのが、あれではあるんですけど。ここは電算タワーの電算3丁目。電算中央と電算4丁目までのことを合わせて電算タウンと呼んだ。へえ、そうなんだ。4丁目。え、番地があるんだね。あ、こっち行ける。またメール。あ、メールか。あ、炎山じゃん。メール来ちゃった炎山から。伊集院炎山です。水道局事件は氷の力を操るネットナビの仕業によるものでした。戦ってみて分かったのですが、氷のパワーも水属性に含まれるんですね。新たな発見になりました。知らなかったの?あんだけ生意気なこと言ってて知らなかったの?ちょっと笑わせるね、君。余談ですが、水道局サーバーに一般人の、しかも小学生のネットナビが侵入していたようです。ヒーローごっこに行き過ぎでしょうか?全く迷惑な話です。これはお前水属性知らなかったやつに言われたくねえわ、ボケ。マジで、ちょっと笑わせんな、あいつ。ここは電算中央、方法、中心地ね。東西南北の位置に電算1から4丁目があるんだ。つまりどこに行くにも一回ここ通らないといけないって。あ、なるほどね。
はいはい。こっちが、3丁目だったよね。ってことは、こっちが、何丁目マップに出ないから分かんないんだよね。迷子になっちゃった。私の子って何？子、ペットか？それとも本当に子供なのか？そっち教えてくれ。いろいろあるからな、子って言っても。信号機とかあるんだけど、すごいね。おお、渡る渡る。どこに行ってんだろう、俺は。ちょっと分かんないんだけど。こっちは行き止まり。迷いそうだな、本当に。マップがめっちゃ広いのはすごいいいことなんだけど、迷いそうっていうデメリットもあるわけだ。なるほどね。君は塾に通ってないの？いいな。いや、塾ってさ、通いたい奴が行くもんじゃないの知らんけど。お、塾入れる。キャハ、マリコだと思ったでしょ？思った。その左下のグラフィック見てから思った。普通に、見た感じは似てなかったけど。違うようだ。私、マリコの双子のお姉さん、ユリコっていうの。あ、ユリコ先生。ユリコ先生ね。聞いたことある、そういえば。勉強してるならマリコに負けないんだよ。ところで、あなたも双子かな？はい、いいえ。どっちでしょう？家にしときますよ。そっか、じゃあいいこと教えて、あ、ゲール。双子ってね、心が通じ合うの。面白いでしょ、キャハ。何の話だよ。はいって説得どうなんだ？そうなんだ。でもそんな話マリコから聞いてないよ、キャハ。マリコ先生とキャラ全然ちげえ。キャハキャハしてるわ。勉強嫌だけど先生が面白いからついつい塾に来ちゃうんだ。すごい、やり手だね。じゃあ、ゆりこ先生、教える方は本当にすごいんだわ。先生、明るい、羨ましいな。明るい人はいいよね。あ、バリアある。そうそうそう。ね、マップね、舐めちゃいけないんですよ。こういうのが落ちてるからね。R 揃ってきたの、だんだんね。いいね。もうちょい欲しい、でも。うん。学校の机と違い、落書きもなくとても綺麗だ。なんか電子机みたいなの使ってんのに落書きとかあるんだもんな。ネットくんのとこね。うん。ネット試合計画が着々と進んでる。うん。大丈夫じゃないですか？知らんけど。ここ何丁目なんだよ。それ教えてくれ、とりあえず。1丁目はどこだ？バス停。電車4丁目。ほうほう。あ、なるほど。ここ4丁目ね。で、これ信号変わんないから、こっちから行くこともできる。待つのがめんどくさい人は。そういうことか。すごいな、エクゼアンな。本当になんか、リアルというか。うん。ただ若干不便な感じはするんだけど。それもなんか、好きな人は好きなんだろうね、きっと。官庁街がお役人の街なら、ここは我々ビジネス団の街ってとこだな。おう、そうなんですか。ここは何？ペット、サイバーって書いてあるけど。あ、入れないんだね。こっち行くと。黄色、すごいな。本当に、都会だね。あ、キャラ町がなんか笑えてくるわ。本当、田舎すぎて。大きなビル。会社が入ってる。ここが私たち若者の街って言えるかな。お、おばあさん。おばあさんいますけど。地下歩道は信号をまたんでもいいから便利じゃけど、年寄りにはちょっと階段がきついね。あ、俺には関係ない話だね。ゲームだしね。申し訳ないけど。ここ何丁目？2丁目か。ああ、三丁目、一丁目。うん。迷ったらね、バス停を調べる。そしたら何ちゅうことわかる。うん。そうだね。一丁目、一丁目に行きたいんだけど。お、ここ何？私はみゆき。ここは私の骨董品屋。お、着いたじゃん、骨董品屋。ここのすべてのものには魂が宿っている。あなたには見える。ちょっと怖い人がいる。ちょっとお店の人怖いな。私には見える。あなたの鍋に宿る、ひときわ輝く魂が。さ、魂を交わしましょう。お、バトルできんだ。へぇ。ちょっとバトルしてもいいんだけど、その前にちょっと、ね、探索もしたいんだよな。どうしよう、やっとく？とりあえず、みゆきさんって言うんだ。魂の竹が始まる。さあ、スカルマン、おもてなしを。スカルマン。おぉ、なんかちょっとかっこいいな。骨の感じ。スカルマンね。どうしようかな。BB かな？前来るかな？あやつな。どうしようかな。一旦、エリスチ貼って、で、BB で、接近戦のチップ使って感じにしよう。なんか、お、すごい。火の玉入ってきた。本当になんか、お化け屋敷にいそうだね、スカルマンね。あー！何それ何それ何それ怖っ。鎖鎌みたいなやつ。怖っ。しかも結構、長い間浮いてるんだな。BB。あ、ストーンマン来たね、いいね。エレシチがある間にスタンマンも使っていきたいな。
あ、ここ来たら消えた。サニガマ。よいしょ。いで。こいつもアーマー持ちなんだね。危ない！受けて。で、ストーンも使いたいな。そうだ、次のターン CC で回して、とりあえず一旦ストーンマンで。エルシかかってる間に使っていきたいね。当たる確率が上がるんで。当たんない。当たんない。ちょい。ストーンマン。ストーンマン。まあまあ、一回やってたからいいや。ね、そもそも一発100ダメージでめちゃくちゃ強いからな。さて、次のターンあたりでしまいにしよう。疲れまーす。あ、いいね。ラットンが来た。こっちにしよう。じゃあ、ちょっと。ラットン。トン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 。ヒノノミトン。あー、ラットン！トン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 。危ない。めっちゃ暗い。やばい。どうしよう。ワイドソードかな。あー、そうだね。ワイドソードソロニックウェブだね。この組み合わせで。いいでしょう。あー、やばい！まさか。まさか食らうとは。ごめん、ちょっとやり直す。普通にやれば倒せるはずだ。